は日本の縁結びから世界の縁結びへ、健康環境平和を一つ、世界人類の未来は子どもが握っている、緊急ズーム座談会、ガザ地区オランダハーグ縁結びの地宍道湖中海大宣言から未来を開く、ずっとナーゾ全国世界5カ所同時建立プロジェクト出発式、並びに松江市立城北小学校水の維持書籍贈呈式をお越しいただき誠にありがとうございます。Palestine is now divided into two areas, Gaza and West Bank. Israel built a wall around Gaza. هناك مجموعة من السلاحف تعيش على جزيرة جميلة ورائعة يمرتهم، وطلبوا منه أن يعيش معهم فيها وأصبحوا أصدقاء وعاشوا في سلام وهدوء. 皆様は、休日の中をこのようにたくさん、そして海外からも、そして台湾からもご参加、東京からも全国各地からご参加いただきまして誠にありがとうございます。今回、城北小学校から水の偉人清原太平王の漫画をぜひ4年生の授業に使用したいという申し出があり、人間自然科学研究所が携わった水の偉人の書籍を小松電気産業人間自然科学研究所会長兼社長小松亜京より贈呈させていただきます。で、ただいまより曽田教頭先生にお渡しさせていただきます。どうぞ拍手ありがとうございます。城北小学校教頭の、曽田と申します。本日、校長住川の方が、ちょっとどうしてもこちらの方出席ができないということで、私の方が代行として参りました。この度は、小松社長様のお取り計らいによりまして、貴重な、書籍を多数いただくこととなりました。本当に、我々学校一同、大変感謝しております。学校を代表いたしまして、お礼を申し上げます。小松社長様、本当にありがとうございました。ただいまご紹介に出ました、ウィン大臣の一つ目子です。実はですよね、私、2008年に広島に久々振りに行きましたら、あそこで広島の方とお会いしましてね、実は広島にはまだまだ被爆石が、旧視聴者の被爆石がたくさんあるんですけど、そして現在ではもうフランスにもドイツにも、あらゆる国々にこの被爆石が世界のモニュメントとして、行き渡っているわけなんですけれども、ウィーンではいかがですかっていうご質問を受けましてね、私も最初お話を検討ができなかったわけなんですけれども、原爆ドームに行きましたら、この佐々木定のですよね、そうしまして、これを読みましてね、ここに書かれているのがですね、これは僕らの叫びです。これは私たちの祈りです。世界に気づくための、と刻まれていたわけなのです。さあ、この後はですね、座談会に移らせていただきます。ディスカッションですね。この回の初めにあたりましてですね、フィリピンの方から日本に来られたですね、そしてお母さん、フィリピンのハーフの方ですけども、そして、加納関連美術館というのがございますけども、そこともご縁のある方、石田エドワーズさんがお見えになっていますんで。オペラで世界交流、まあ、つまり国際交流、最終的には平和を願ったような活動をずっとしておりまして、まあ、小松社長とはもう30年ぐらい前から、お知り合いにならせてもらったんですけれども、いつもいろいろ知った激励されながら、私も頑張っております。加納関連の美術館のですね、加納関連さんのお孫さんでですね、今館長の千葉翔館長さんがお見えになってますんで、ちょっと合わせて一言もう少しそのことに合わせてお話を伺って、それからスタートしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
千葉館長さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。安来市加納美術館の千葉と申します。聞こえますでしょうか？はい、聞こえております。今日お招きありがとうございます。加納館内という名前ですけれども、まあ、ご存知ない方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、いつもラジオの方で、たまに浜田さんの方からご紹介していただいたりとか、リスナーさんから、キリノ大統領とか、加納館内のことについて、メッセージいただいているということを知りまして、とても嬉しく思っています。私、ライオンズクラブの、松江ライオンズクラブの国際委員長をしとった時期がありまして、台湾とかですね、あるいは韓国とかに、お邪魔していろんな話をしてたんですけども、この実は戦後の日本はフィリピンから始まってるんでね、これをぜひね、もう一度日本人は知る必要があるなと。そのことは今日ご出席の小池さんがですね、有価学通信というふうに書いておりますんで、ホームページで、ぜひ見ていただきたいなと。ね、実は、ウィップさんとは20年前、約20年ですね、もうちょっと過ぎたから。もう、こんにちは。ですね、まあ、実は被爆石を使って、800キロの石を使ってですね、もうともかく3年ぐらいかかりましたけども、もう、その時は、あれが、ですね、まあ、スカイプですね、スカイプだけど、オンラインで、電話のシステムを使って、まあ、よく、リップさん、顔を見ても日本人ですけど、考え方は完全にね、ヨーロッパ人なんです。よく喧嘩しながら3年かかってヘアモニュメントをウィーンに作りました。こんにちは。まあ、本当に懐かしい今、オペラで4人の少年のお話のも、ポーランドで直接感激させていただいた今、エドワードさんのお顔がありました。まあ、そういうことで私は社長と出会って、今、実は私は昭和20年の8月21日生まれで、戦後とともに私の人生はずっと一緒です。そして社長と出会いましたのが、平成の20年。ですから今からちょうど25年ぐらいになります。その中で、本当に最初の頃なんです。この4さんという、今も車椅子で慰安婦の問題が出ますといつもテレビに映されておられる彼女が、まあ、その代表という形で、そして弁護士さんで子ども食堂うどりの家っていうのを、させてもらってますとひと申します。まあ子どもということでっていうことで、なんですけど、まあ、なぜこういうものを始めたのかっていうふうないきさつからお話ししますと、ちょっと皆さんのようなすごく大きな話というか、すごい壮大な平和とかっていうふうな観点からというのではないんですけれども、私自身もちょっとこう今このように酸素吸入みたいなことしてますけれども、まあ、難病にかかってしまってですね、まあ、あと命、まあ、4年生存率 50% みたいな感じで言われてたんですけれども、まあまあ、おかげさんでというか薬いろんな新しい新薬ができたりいろんなことがあってで、まあ鳥取県中部にあります、中高一貫校の百合浜学園中学校、高等学校の理事長を務めている坂根と言います。まあ、今、縁結びの話が結構中心になるので、では、まあ、小松社長との出会いからお話しするとですね、私の妹の仲人で太田さん、本田さんって方がおられてですね、本田さんは東郷校、メダカの会という、ものを中心になってやっておられたり、その当時の延長園の管理責任者をやっておられて、ちょうど小松社長の更新防止像とかをこう持っていくときの中心的役割を果たした方で、で正月にちょっと社長のところに行こうということでですね、2009年の1月3日に磯江さん3人ぐらいでお伺いして、で、まあ、論語を百合浜学園の、ちょっと中心的な、ね、
拠点校にするような勢いでやらないかというような話。紹介預かりました、縄文堂の加藤でございます。まあ、小松、会長というか、私からするといろいろ多くのことを学ばせていただいた先生なんですが、かれこれもう7、8年から10年ぐらいになるんじゃないかと思います。で、先日も、ちょっと長時間意見交換させていただきまして、今日参加されている沖縄の富塚さんと、私も、引き上げ者でございますんで、満州の大連から引き上げた時にですね、3歳でしたけれど、私が中国との関係で平和について非常に考えることっていうのは、父親が敗戦でですね、要するに、兵隊として、大連に戻ってくるときに、汽車の中で八路軍からですね、銃を突きつけられて皆日本人は殺されていったんですが、父親はたまたまその車両の中で中国の若者からですね、八路軍が来るからこの汽車の下でですね、身をかくまってくれて、そして毛布をかけてくれて、八路軍が来た時には日本人はここにいないと、いうことで命を救われたらしいんですね。ご紹介いただきました。松江市八雲町日吉の水の偉人の須藤弥平の小説執筆を担当させていただきます。公益場と申します。そのご縁で、人間自然科学研究所の広報にも携わったりしておりました。公益場という交通の公益貿易の駅に場所、今社長がちょっと言われましたけれど、ちょっとカミングアウトになるかもしれないんですけど、日民貿易とかそういうのがものすごく盛んでして、あるいは密貿易ですが、この交易場という名字は、坊津の博多浦というところに、東神町というのがありまして、東神たちが住んだところ、その末裔が我が家ということで、ですので、中国人じゃないかという話だと。ちょっと話が あちこちになってしまうかもしれないんですが、先ほどのずっと謎の作者のロレマさんの映像を拝見して、ロレマさんはユダヤ系オランダ人として、今パレスチナのガザ地区で芸術を通して子どもたちを支援するという活動をされております。そしてまたこういう映像を通して、イスラエルの国際法違反を告発するような先ほど発言がありました。でも聞いておりましたら、ユダヤとかイスラエルとかいう言葉が一つも出てこなかったのがちょっと印象に残って。本日は参加させていただきましてありがとうございました。出雲キルト美術館の山田垣と申します。当館は今から17年前に開館いたしました。アジアでは唯一のキルトを専門といたしました、テキスタイル作品を扱っている美術館でございます。今日もですね、様々な本の贈呈式ですとか、イップさんの講演ですとか、皆さんのお話を聞かせていただいて、いろいろな視点を授けていただいたなというような印象を、でございます。そうですね。健康、環境、平和という一つの大きな文化をこの地に築いて、縁結びの地であるここからですね、平和ですとか私たち自身が生きていく環境というものを様々な視点から、もう一度考えて発信していくことが今必要なんではないかというふうに思いました。佐々木と申します。今紹介ありましたように、出版事業、今広域場さんがすでに手掛けてやっておられたのを手伝いながら、この出雲三兵衛という形で続く形になるところまで関わらせていただいて4年ほどで、それから退職いたして、以後私は一切月給をもらった生活をしておりません。だから、それから全く違った生活をしております。そうしておりますと、地域に引っ張り込まれまして、いろいろ街づくりをやって、
麻酔全体のこと、様々なことをやらせていただいて、今日に至っております。それから、何話しようと思ったか、忘れましたけども、あんまりまとまったことは言えないんですけども。使っています。今日ちょっと外から参加してまして、ちょっとうるさいかもわからないんですけど、申し訳ないです。先般から、一仏猫様の、ビデオなどは、見させていただいてまして、大変、感銘を受けております。特に、家庭とかですね、仲間内の平和から世界の平和がつながるということですとか、あるいは、沖縄でもそうですし、例えば東京の西郷さんの像とかもですね、そういったものから子どもたちが見て、この方はどういうことをした方かなということで、歴史を調べていかれたりしますので、その意味でも小松社長は素晴らしいことをされているなというふうにいつも感銘を受けております。小松社長に私はもう終わった人ですと言うと、いつも冗談じゃないって怒られるんで、本当に刺激を受けまして、大変嬉しく思っております。本当に私は人生、私も79になりましたけど、人生100年、あと、20年をですね、どういうふうに生きていこうかと。今、TSK エンタープライズ DC という社の方に在籍しておりますが、それ以前では、ラジオ局 FM 祭の方で30年ほど勤務しておりました、吉田と申します。本日、小松社長の方から お招きいただきましたので、本日、皆様方のいろいろな様々なご経験や、それから今実業に照らして、ご実感されているいろんな様々な知見の方を授けていただきまして、本日、得難い機会いただきました。ありがとうございました。米子プリント社、米子市内、旗ヶ崎にある印刷会社の今、息子に会社譲って、会長してます、南波と申します。小松社長のところの印刷物、いただいてます。もともと、うちの会社に、小松社長のあれ、いとこさんになりますかね。内田っていう人が工場長でいまして、その関係で、例の、須藤弥平、岡地七兵衛、それから清原太平の三部作ですよね。漫画と児童小説と、児童文学と小説。これを1997年、この時に作らせていただきます。それが、そしてね、一夫さんと一緒にずっと全国世界5カ所同時交流プロジェクト発信に向けて結びの挨拶をお願いいたします。この ずっとなというのはヨーロッパ、アメリカでは広く知られているんですけども、アジアではほとんど知られていないですね。で、知られていないことを最大限に生かしてですね、この私ヒントになったトリルの木馬なんですね。トリルの木馬というのはご存知だと思うんですけども、このまず目に見える形ですね。そして、花火の絵で有名な山下清さんがね、爆弾を作ることをやめて花火をすればいいのに、有名な言葉ですね。せっかくここ宍道湖は素晴らしい、この宍道湖のここをですね、私はぜひ世界一の花火のメッカに持っていきたいと。そういった関係からですよね、私もぜひこのウィーンに、私自身が住んでいる町、私も非常に愛している町ですけど、このぜひウィーンにですよ、このベルタフムズットナーの銅像を寄贈していただければと思いまして、小松社長様にいろいろとお願いしたわけなのです。社長様、ぜひお願いいたします。皆さんのね、賛同があって、そしてどんどんこれを広めれば、これは一気に実現します。銅像は全部できています。で、韓国の小松工事屋に置いてあるのは上がオランダ製で下は日本製です。あそこだけが分断国家になっていますので、で、これをよしやろうと。ありがとうございます。じゃあ最後に、せっかくですので今日ですね、このずっとな全国世界5カ所同時交流ご賛同いただけるかどうか、皆様に拍手でいかがでしょうか。ではご賛同ぜひ、ワルボーっていう方、拍手お願いいたします。